クロスベース、はい、ということでお久しぶりです。今日はですね、以前取っておいたもので、最後の洗濯契約書のガチャとくっつけて出そうと思ってたんですけど、まあ美課金のサツアキチャンネルとしてはここは勇気ある撤退です。聞かなかったです。まあ、引いてもですね、3500のスピリッツ、まあその好きな選手もらえるんで、まあグラシアルを取ってミパドーチでも極みにはすぐできる A の材料あるんで、それをしようかと最後の最後まで悩んだんですけど、もうグランドオープン今日からかな、まあ始まるじゃないですか。3700エナジー200も違う、勇気ある撤退です。やらなかったということで、あのくっつけて出そうっていう動画があります。そちらをまずご覧ください。一つはですね、プロスピフェスタのガラガラポン OB 第5弾のイベントを回るために、これ最後まで行くのはやっぱ A ランク以上確定ガチャやらないといけないなと思って、それそして最後 OB 第5弾の契約書の動画は撮ってあったんですけど、なんせ短すぎてですね、あのくっつけようと思ったやつ撮れなかったんで、まずそちらご覧ください。さあ、ということでチャンスタイム中っていうのがいきなり来たんで、こっから急に撮れます動画でも A ランク、あ、終わっちゃった。なんや、 S ランク出るかと思ってやったけど出えへんかった。まあでもあと60分ぐらい全部撮り上げます。あ、まだいた、超3タイム出るんちゃう、え、しろやん。あ、続いてる、1回かと思ったら、お、え、これあれじゃん、出たー、 S 出ました、1等当確、1等出るんだね。 OB 第5弾のイベントを最後まで行くために A ランク以上確定スカウト5回、これをね5回やろう。で、イベントボーナスもらおう。まあ、とりあえずいい A が欲しいよね。まあ、大体こんなに S 当たった人を見たことなければ当たったこともないしね、この S はあるある詐欺だよね、 A しか当たんない。でもこのね、何か笑ったり S 確定出えへんかなって期待する自分もいるよね、当たっちね。まあ、これはもうボーナス 30% を取ることだけが目的だから、まあ、その中で狙いの A の選手が来ればよりありがたいけどねって言いながらもね、 S いかないかなっていうね期待はしてるよね。笑って、まあね、笑わないと来なくて普通。大山、あ、大山いいね、次のグランドオープンに向けてね、いい能力上がりそうだし、淡い期待をね、いつもするって。うん、来なくてもしたから。来た人見たことある。え、来た？え、来た？え、来た？え、来たことあるの？それあるか。俺が見てる。おー、光った！え、S！ おー！ S 来た。山の上だけど。まあ本当に本人には申し訳ないけど、ミキサーに 100% 行くけど、S 来た。わお、くんねんな、です、やばい、初めて来た、ボーナス 50% だ、いや、くんねんな、来たことある人いいのかな、これ今度からちょっと期待上がるな、うん、2回出たら癖いで、さすがにないな、出られました、さあ、ラスト。ありがとう。 S あんのか、ちょっと期待してまさか5回中に5枚使えるのだって1個初めて来たよ、まあ、ボバ入るんですよ。山内さん来たら OK、 ロッテ純正が爆発的に上がるよ。それかまあ俺が引退しちゃうけど、古田さん早かったな、引退すんの。でもどっちか欲しい。さあ、
山内さんってレッスンに対抗ボールがあるのも取っていなかったんだから、そこで来て岡田さんに手上げてみる。はい、ということでどうですか、ガラガラ金出たで、超チャンスタイムだったら出る、押しといてよかったマジで。その言ってたけど A ランク契約書 S で出す初めて。あと岡田さん、岡田さんね、やっぱもう一回ねクレイさんの動画見返したら特 A だった。岡田さんはこの数値であのセカンドでいい選手なかなかいないから、しかも阪神枠で、俺阪神枠福留と糸井しかいなかったから、12球団の阪神枠として岡田さんをね育成します。さあということでここからが本題です。長い前置き、なんと佐々木智也プロスピ OB レジェンド大会で初代チャンピオンなりました。おめでとうございます。優勝、いやー皆さん見ましたか、コナミさんのプロスピの動画で佐々木の戦いね、1回戦はね事前にやってですね、準々決勝天谷ね、そよぎの代打できた天谷をしっかり猛打爆発で撃破して、準決勝同級生のライちゃんに1対で僅差をですね、種市増田の黄金リレーで乗り切ってですね、決勝は森野からまた最終回に猛打爆発して3試合無失点完勝です。いやーよかったね優勝は。一回ねエキシビジョンで斉藤和美に負けた時はどうなることかと思いましたけども、まあ皆さん佐々木チャンネルでねプロスピ見てくれてる皆さんはお分かりだと思いますけども、やり始めて1年、他の人たちとは歴が違う、負けられないね。ちょっと仕事の都合上ですね、オンラインの参加なりましたけどもですね、きっちり勝つことができてですね、やっぱ勝因はですね打順良かった、バーティン荻野レアード4番の佐々木いいところでね最後打ったしね、このインハイね、この打順の絡み良かったし、9番藤岡に代わっての代打福田、これも良かったし、やっぱこう打順っていうところが、まあ、うまく機能したかなと。で決勝ではねやっぱダメ押しの井上聖也のレフトタイムリーね、走者一掃、あれレフト福田じゃなかったら取られたかもわかんないですけど、ちょっと守備の評価が低かったっていうところで、ね、いい感じで抜けてきましたし、やっぱりローテーションも良かったですね。石川をね後ろ持っていこうかなと思ったんですけど、やっぱ天谷が経験者っていうことでやっぱ負けれないから、やっぱ石川を初戦に行ってきっちり3試合無失点で優勝、初代チャンピオンです。いやー気持ちがいいですね、やっぱ負けられないね戦いがあるっていうことで、あとまあもう一つはですね、まあもう一回動画を見返してもらったら分かると思うんですけども、やっぱもう一つのキーポイントである、斉藤和美決勝で戦うだろうと思ったらまさかの真中さんに負けるっていう笑っちゃダメだね衝撃でしたしかもその後の解説テンション低っもうがっかり感半端なかったね。しかもよ初戦自分先発させて、多分千賀真中さん岩村のピンチヒッターだったから多分楽勝で勝てると思ったんだろうね。だから千賀を多分準決勝の森野に当てようと思って出し惜しみして負けるっていうね、采配ミスだねあれは完全に。しかもあの後の解説のね落ち込み方分かりやすかったですね。まあでもその悔しさ分かるっすよね。しかもですねエキシ、まあ僕から言わせてみればたかがエキシビジョンで勝った僕にね勝っただけで1位やって言ってるおごりがね出たのかなという感じが結果的にしますよね。うん、やっぱりプロスピはね一日にしてならずっていうね言葉があるようにね、毎日のログインと毎日の対戦だから、もうここ数日毎日ランク戦リアタイしながら今全国大会が
今日の日では行われてますけど、それで毎日対戦しながら、なかなか時間内に対戦できないんですけど、全国大会のもう今貯金6で勝ち越してるんですよね、きっちり打ってね。だそういったね、やっぱりプロスピは一日してならずっていうね、言葉をね、やっぱカズミには捧げたいなと思います。勝者の風格です。ありがとうございます。チャンピオンだからね。エキシビジョンはさ、初戦練習試合じゃんね。やっぱ本チャンで勝つかどうかが大事で、第2回はディフェンディングチャンピオンとして、まあ多分ね迎え撃つわけだけども、最後にですね、コナミさんにお願いです。またお願いです。コナミさん聞いてください。オンラインっていうところもあって、ちょっとバタバタついたんで、言うのは忘れてたんですけど、普通のね全国大会とか、もしくはいろんなイベント優勝とか1位になったら、なんかアイコンくれるじゃないですか。関東大会優勝とか、プロスピ全国大会優勝とかくれるじゃないですか。俺もチャンピオンやから、プロスピ OB 大会優勝アイコン欲しいよ。初代チャンピオンって。それ一つしかないです。そうそう、だから要は VIP さんが初代チャンピオンでしょ、プロスピの。で俺も初代チャンピオンなわけよ。だから俺VIP さんと、俺はこうだったけど、今俺はここにいるわけよ。あら、VIP さんと、はい、初代でしょ。俺も初代 OB の中で、VIP さんは俺が出る大会出れないんだよ。そうですね、だってプロ野球選手じゃないから、はい、だから VIP さんは残念ながら俺抜けないのね、こう大会に出れない、資格がないからね。だからでもこう、だからまあ俺がよく見てるのは VIP さんとクレイさんの動画だけど、まあ VIP さん、クレイさん、俺だったよね。でも俺は今、俺、VIP さん、俺、クレイさんだよね。あら、そうなんですね。優勝してへんよ、クレイさん、うん、優勝してへん。だってまだ、だってあんたが3回目だもんね、全国大会が3回目だもんね、この前で。俺、全国大会でしょ、いわば、はい、OB の。だから、VIP さんと俺が一緒のところ、はい、で、クレイさんだよね。クレイさん解説してくださってるんだけど、でしかもね、でも 俺だね、肩書きとしては。そうです、肩書きとしては強さとかじゃないです。肩書きの話してるよ。そうですよ、ね、強さじゃない、強さとか知識とかのことを言ってない。そうです、そんなこと言ったら俺地中になっちゃう。地中だから、目が出てきてないから。だったら VIP さんと俺、はい、今並んでるの肩書きがね、ってなった時にアイコン、コナミさんアイコンもらえませんかね、そのプロスピ、OB 大会、全国制覇初代チャンピオンっていうアイコン、そしたらもうそれ一生それつけとくんで、ご検討していただきたいんですよね。やっぱ無理ので、これがね多分欲しいっていう、今後ね OB のプロ野球 OB の選手とか、もしくは現役選手も含めたプロ野球選手大会とかね、いうのが開かれた時にまた大きく盛り上がっていくじゃないですか。現役選手も結構やってるっていう声も聞くんで、そういったためにもそのね箱をつけるために初代アイコンご検討お願いします。いいご連絡をお待ちしてますね、小波さん。心の底からのお願いです。もう一つあります。まだあるんですね。まだある、もう一つあります。もう一つはですね、やっぱり今回ね、OB のガチャあったですね。タフィーとか田村とか磯部さんとか森のそよぎとか OB のガチャあったじゃないですか、はい、優勝っすもんね、優勝、はい、OB なんかのガチャで優勝記念の佐々木登場させてもらえないですかね、まあ、第4弾かなんかでね、プロスピー OB ちゃんのガチャでは出ましたけど、広角があるからいいんですけどね、打率4割9厘ホームラン1本打点っていう、あの成績ぐらいの能力で BB ミパ BB ぐらいの同値ぐらいの、ちょっとそんなめちゃくちゃいいやつじゃなくていいんでの感じですね。優勝記念選手ガチャでちょっとグランドオープンしたあと、まあ、何ヶ月先でもいいんですけど、忘れないぐらいの速さで出してもらっていいですかね。もう一回それを期待してます。あと僕の情報が確かだったら3つ目のお願いなんですけど、まだあるんですね。僕の情報が確かだったら優勝した人、はい、好きな選手もらえたよね。あ、選択契約書1人、はい、
シーズン2限定とかじゃなくて、はい、そこまでに出てる全部のカテゴリーの中から好きな選手、はい、もらえたよね。エプさんがね、はい、で、この前の優勝した彼ももらってたじゃん、はい、あるよね、優勝したそれはありますよ ね、俺の記憶が確かだった、はいはい、まだ届いてないよね。まあ、そっか、優勝してすぐだからね。そうですね、あと3700になってから。そうだ、もうグランドオープンね、なるから。この動画、そうですね、今日は22日だから、今週か、もうすぐね、だからグランオープン、ゴロン、選択契約書か、去年1年間出たやつの好きなのもらえる。でも俺はいいよ、でもいい、去年1年間だから2020年シーズンの1年間出た中の好きなのもらえるのでもいい。欲しいよね。欲しいです、うん、それは欲しいです、ね、それ優勝商品として。アイコンはもうさすがに厳しいとしても、アイコン一番楽やろ。アイコンが一番楽なんですよ。アイコンが一番楽なんですか、ね、うん、でもこの3点をちょっと、この3つをコナミさんに。やばチャンピオンじゃん。だって他のチャンピオンもらってるやん。もらってます、ね、俺だってオビちゃんのガチャですらお金出してやったんだよ、自分引くためにもらってないんだよ、オビちゃんの里崎ですら。しかも最後選択まで俺引かなかったから、選択して俺自分で引いたんだよ。 A も2枚しか取れてないから、極みにできてないんだよ。だから今2で止まってるんだよ。もしグランドオープン後はってそこまではって言うんだったら、去年1年間の好きな選手欲しいよね。あとなんかさ、4つ目のお願いなんだけど、あれ、あとなんかさ、はい、優勝した人ってさ、なんかその背景変わるやつない？なんかすごい選手の後ろの背景がさ、はい、なんかすごい特殊なやつ持ってる人いない？なんか優勝した、なんか取った時の背景ももらえるんですか？なんか背景っていうか、なんかさ、わかんないけど、もしあったら好きなの選手取って、それ後ろがそれだったら嬉しいよね。まあ勝手に言ってるだけだけど。だからまあ3つだね。そうです、アイコンとその優勝記念ガチャ、はい、佐々木登場と選択、2つはよ、アイコンと選択のやつは今までのチャンピオンがもらってるやつだもん、はい、だからね、これはもう、そうです、レベルがとかじゃなくて、もらってるじゃん、肩書きとして、そうそう、肩書きとしてもらってるから、ここは多分正当なお願いだと思うのね。でガチャはね、まあ、もしうまくタイミングが合えばね、そういうのもやってくれたら嬉しいなっていうだけで、この3つ、うん、まあ、早めのご連絡お待ちしてますけども、小山さん、心の底からのお願いです。まあ、最後になりますけどね、まあ、初代チャンピオンになりましたんで本当に嬉しいですし、今後もですね、しっかり毎日ログインして毎日戦って猛者たちとレベルを上げてですね、まあ、OB ガチャもこれよりね、より一層盛り上げていきたいと思いますし、なんとかですね、普通の大会でもですね、上位に進出できるように頑張って精進していきたいと思います。ということで、コナミさんお願いします。そして今回優勝しましょう。